こんにちは。ペコリです。今月佐々木啓司先生の展示会をしております。いらっしゃいませ。お先にどうぞ。はい、じゃあ中に入ります。テンコレクションミュージアム中に入ってきました。じゃあ小鳥さんの声で、はい、私よりも作品をよろしくお願いいたします、はい、じゃあ今回の作品をちょっと紹介していただきたいんですけれども、はい、ですね、佐々木啓司先生毎年作品展をしているんですけれども、はい、新しい紫式部、まあ、縦型のトリプルサムポールって言ってちょっと縦型の形のもの、はい、1点、2点、それから3点。カラス売りは毎年先生が書いていただいていて、はい、あとは、山野草ですね、はい、山野草の梅鉢草、梅鉢草、センブリ、怖いですね、センブリ、センブリですよ、怖いですよ、はい、センブリってあの、うん、センブリ茶でちょっと苦い、センブリって殺人事件にセンブリ使われ、え、そうなんですか、うん、センブリってなんか苦いお茶っていうイメージじゃなくて毒薬、え、そうなんですか、苦いお茶ってちょっとセンブリってほらセンブリの根っこで殺人事件、ま、あの違っちゃうといけないから言っとこうか、うんうんね、で新作の竹とカラスウリの、はい、ツーショットバージョンの新作ですね、はいはい、全て日本画になりますので、いつも先生にお願いしているのはお茶の花、お茶の花を見ていただきたいでございます。あ、静岡らしいですね、お茶の花で、ね、こうちょっと近寄っていただくと分かるんですけど、はい、風紋、その作品のね、ちょっとあれかな、はい、まあ、あの画面綺麗ですからね、はい、と思いますけれども、はい、こう表面上に風紋が入って、はい、でその作品のバックに、まあ、影として、お茶の花でしたら、お茶の花をもう影がバックに入ってっていう風にちょっとこう、なんていうんですかね、まあ、3D アートとは言いませんけれども、あ、でもやっぱりよくこう ね後ろにこう映ってる、はい、そういう部分まで描かれていますね、描かれてますよね、はい、でこれはバイカモですね、はい、よくあの柿田川なんかでも、はい、あの川のきれいな清流のところ、湧き水のところにはこういう梅の花のちっちゃい綺麗な白い可憐の花が、で先生がよく、佐々木先生はこのバイカモもよくモチーフにされています、はい、でちょっとあの大作映っちゃうかな、はい、で矢内君も映ってしまうと思いますけど、結構大作です。そうですね、少し僕も映ってますけど、はい、ちょっと映って、はい、怖いね、3人でね、映り込んでね、映り込んでますね、いや非常に大きいので、やはり少し後ろに下がらないと入らないっていうところがあってね、コスモス、白いコスモスと、なんていうんですかね、やっぱりすごくね、清涼感があって、はい、先生の清々とした、もうすいません表現力が甘くて本当に清涼感のある爽やかな秋の風が、さーっとこう駆け抜けていくような、とても確かにそうですね、ね、爽やかな作品ですね、はい、じゃあ戻って、あの先生はあの山桜、桜の作品はよく描かれます、はい、やはり日本の、ね、国の花ですから、うん、確かに日本というと桜っていう、ね、イメージが強いですけれどもね、これもね、山野草だよね、野にこう野菊のように咲いている、おー、なんかこれはこれで簡単、小さなお花なんですけど、うん、黄色が鮮やかで非常に元気がもらえる、そんな感じの花ですよね。そうよね、うん、ちっちゃい割にはパワフルなお花ですよね。そうですね、あとはしだれの桜、はい、月が入って、これももう本当に佐々木先生の、華やかなんですよね、先生の作品っていうのは、はい、華やかな作品ですね、白夜、でも本当にたくさんいろんな種類の花が、うん、っていうか僕たちが普段見ている大きな、はい、なんかイメージが強い花っていう部分ではなくて、小さな、なんか本当に可愛らしい山野草、うん、ちょっと山の中に咲いている、そうですよね、可愛らしい山野草もあの先生のモチーフの中では、これリンドですね、はい、花水木、あの先生こういう渋い作品も描かれます、はい、はい、へー、渋いですね、かっこいい、はい、かっこいいですよね、塩霊草っていうのかな、へー、なんかあの、うん、
初めて聞く名前のお花とかもあったりとかするんですけど、山野草わからない、これはねちょっとねフレームも凝ってます。はい、自然の、はい、風合いを生かして、そうですね、なんかこう木目のこう美しさとか、うん、本当にもう一枚板を中をくり抜いて作ってますから、はい、うん、なんとも言えない自然の雰囲気が出ていて、そうです、ね、作品のお花ととっても綺麗にマッチしてると思いますけど、確かにそうですね、うん、ね、素敵よね。で私ね、先生のひまわり初めて見たんです。あ、はい、ね、夏の花ですけども、せっかくですから、はい、ひまわり、花で好きな人多いですよね、ひまわり好きだっていう方なんかはね、ひまわりね。あとはこれは新しいしだれの桜を描いて、しだれ、はい、そうですね、桜はだから4種類、今回は4種類、はい、で今日は展示してないんですけれども、はい、6連の屏風、6連の屏風、はい、6曲の屏風、はい、大作を11月の2、3、4の金土日がサイン会ですから、はい、その時に矢内くんもう一度来ていただいて、はい、先生が実際即興でその場で実演会でお花を描いてくださいますので、うんうんうん、はい、その時のその屏風を、はい、3種類ぐらい、はい、大きなものと、うん、枕屏風のようなちょっと小さなものと飾りますので、それもね、これ作品ですか？あ、これがね、先生がね、もうこうやってほら、シャ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 って書くんですよ。すごいですね。鉄線ですけどね。これは鉄線。短時間で。いや、もう短時間で書き、まあ短時間っていうともう本当に数分で書くわけじゃないですけども、うんうん、一人ずつ書いてくださって、はい、これはこれでかっこいい、うちの方で、うん、お分けしますけれども。はい。これは先生の描いてくれたもみじですね。そうですね、これから秋に向かってこういうね、うん、秋らしい絵っていうのも非常に、ね、うん、いいですね、趣深いね。先生の本画はこれ岩絵の具、これは陳謝と群青ですけれども、はい、うん、まあ、ブルーナは先生あまり少ないですけども、白ですとか、グリーンですとかを使って作品を描かれますので、そうですね、うん、佐々木先生の作品っていうのはやはりまあ本当淡い色でなんか、なんだろう、細やかな、そんな絵になんか特徴があるような気がするんですけども、繊細で細やか。そっか、僕も、あ、え、私も矢内くんも、ね、え、矢内くんさ、考えたら FM ハイの矢内くんが YouTube で特別参加で撮ってもらってるってこと言わないとね、言わなくても大丈夫ですよ、はい、でもうちのホームページにも流れちゃうからさ、もう紹介しない。FM ハイの矢内くんが特別参加をして、店内の様子を撮っていただいてます。はい、さ、2人で、はい、お仕事してますよ、ね、そうですね、先ほどね、撮る前にはちょっとね、うん、お化粧も綺麗にし直してっていうところありましたからね。余計なことなんで。お化粧もしようがない。そんなことないですよ、全然違いますもん。またそうやって誘導するんじゃない、これみんな見るんだからね。そっか、いや、前のがなかったから描いたのとかってそうなんだけど、これみんな見てるから。いや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 、ね、やっぱ眉毛描くと違うなっていうのが分かるじゃないですか。地方区の話は全国区のっちゃうから。なるほど、ね、下手するとニューヨークでもどこでも飛んでるからね、これ。いいじゃないですか。怖いよ。もう、まあ、じゃあ先生のお話はね、はい、ここまでで、佐々木先生はサイン会は、はい、はい、じゃあこちら、じゃあ矢内くん読んでください。サイン会が11月の2、3、4、金土日、3日間開催されますので、ね、はい、3日間とも先生いらっしゃるってすごいですよね。まあ1時、まあ、もう昼頃にはいらっしゃってますから、はい、1時から5時までいらっしゃってるので、ちょうどこのね、2、3、4は静岡でも大道芸がね開催されている、ちょうどその青葉の通り上にこの天コレクションミュージアムありますからね。大道芸、そうですね、もう目の前でいろんな曲芸をされている、ちょうど2日、3日、4日、先生も参加しちゃったなって、はい、そうですね、冗談めいて言ったら、いいよっていうね、軽い乗りでお答えしてくださいましたから、はい、なるべく表に向かって、先生にこう実演してもらって、そうですね、その外では畑野さんも踊り、人を、歌って踊るんですね、そうです、そうです、やっぱり誘導しないように、やるんだから、頼みますよ、やっちゃいますからね、ニューヨークでも見れちゃいますから、はい。ね、もう困ったもんだよ。じゃあちょっと次、せっかくだから、はい、佐藤和彦先生の悠々受けよう、はい、おお、これまた めでたいでしょ。
インパクトがありますね。綺麗です。はい、いやもうあの字もそうなんですけど、この富士山のね、うん、どっしりした感っていうか、そうなんですよ。これ見て悲しくなる人はいない。ないです、ね、いいから私が写さずに和彦さん、いや波多野さん写して富士山写してみたいな、こうあどっしりしてるな両方ともみたいなね感じはやっぱするんでね。で隣が大春満先生の、はい、まあもう来年の1月もね、はい、そろそろカウントダウンで近くなってきましたから、うん、春満の箔を使った金箔を使ったものをちょっとまあお正月に向けてね、まあ、こちらは秋の風情のすすきですけれども、はい、好き、はい、はい、まあ、島先生も亡くなっちゃいましたのでね、はい、天候に来てねっていうわけにいきませんけれども、日本の方なんですか春満さん。あ、そうですそうです。へえ、がんで亡くなっちゃいましたけどね、こちらですね、はい、前衛的なアートも描かれて、はい、でパリにフランスではもう今井春満っていうのをこう日本人として、はい、平山先生、東山先生よりもお名前は通ってました、うん、そうなんですね。そうなんです。いや非常にかっこいい、こちらは好きですね。いいですか、はい、こちらは、じゃないよね、丸山由紀先生の作品ですけれども、はい、由紀ちゃんとっても可愛い若いお嬢さんです。はい、まあ、由紀ちゃんもじゃあせっかくから、はい、丸山由紀さんくーっと寄ってみましょうかね。丸山由紀さん、ね、はい、寄ってきました。可愛いお嬢さんですね。金魚とか、これクラゲの絵もあるんですね。クラゲこちらですね。はい、お、クラゲありますね。ね、はい、で金魚はターンをしていただいて、ぐるっと回って、旗の足元にしちゃいましたが、はい、目がなんか僕みたい、なんつうかおとぼけ金魚。おっと、僕みたいって言っておとぼけ金魚って言われるとなんか、お、これも枠ぐりすごいですね。今日が、はい、の箱を使ってお仕事していらっしゃるんだけれども、はい、コケティッシュな、うん、まあ、転がるという題名ですけど、私的にはこける、こける、こける、うん、まあ、投げるですけどね、投げる、投げ飛ばす、投げ飛ばす、波多野的には投げ飛ばす、波多野さん的には張り倒す、はい、誘導しないようにね、はいはい、玉乗り、玉乗り、はい、3匹のカエル、玉乗り、あ、これクマさんも可愛いですね。ね、うーん、おもちゃ屋さんのクマさんもね、はい、でちょいと面白いのはニラム、はい、まあ、キャットですから、まあ、うん、C、はい、このね目つき、うん、ガンつける、あ違う、ガンつける、ガンつける、で、これはウサちゃんですから、はい、まあ、題名は U、うん、でカエルですから、はい、題名は K、 K、色ですから、はい、題名はキャットじゃない、ワンワン、ドッグ、ドッグ、いやでも犬だからね、これ犬の愛、愛っていう題名になってましたよ。おお、題名はなんかこのフレームというかこのサイドも非常にこう可愛らしいですね。まあ、だからアクリルボックスに入れてあげて、はい、仕上げてあげる方がいいかなと。なるほどなるほど、お好みのフレームでお作りしようと思って、うん、まあ、どうしたもんかなと試案中です、うん、これは今年の対策ですね。はい、円の中の、なるほどね、これも大きな作品なのでちょっと引き気味に写さないとなかなか入んないってところなんですけどね。大きさ、大きさこんな感じです。波多野さんの、はい、手がちょうど入ると、あ、だいぶ違うなっていう。身長158センチ、体重は、体重はうんキロおにゃにゃほにょろほにょろほにょろ今一生懸命ダイエットしますけどね。そうですね、一時期と比べたらもうガリガリですもんね誘導しない、誘導しない、作品を写します、ね、そうですね。でこ の, ピンク、カメリアピンク、はい、オレンジとピンクの中間色がすごく好きなんですけれども、うん、それとこのグリーンもやっぱり中間、中間のピンクでふわふわふわとリムの中とか、はい、大好きな色の集合体ですね。すごいふわっと柔らかい、本当にピンクで、なんだろう、フラミンゴの色みたいな感じですよね。ね、フラミンゴもそうだし、うん、ワンちゃんのうちのクーちゃんのお耳の中の色とかお腹の色とか本当にこんな色してますもんね。ああ、はい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 。とっても好きな作品。はい。これ女の子らしくて統一感
あのやっぱり同じピンクを甘いピンクを使い、はい、これはちょっと渋いグリーンを、ね、使ってますけど、うん、あとそれからおとぼけガエル。おとぼけガエル、ああちょうど泳いでる。おとぼけガエル、葉っぱからねこう水に飛び込んで泳いでる感じですよね。とぼけてますよね。空使ってるっていうかね、はい、空使いかえる、うん、スイーっていう副題にしたんだけど、まあ量というか、ね、これすごいじゃないですか。ドラゴン、ドラゴンね、ドラゴンでもあんまり日々吹くような感じないね。なんか可愛いドラゴンですね。ね、可愛いドラちゃん、はい。まあ、ゆきちゃんの作品はまだ1号あたり4万円ぐらいですので、はい、10万ぐらいの作品で本物が買えますから、うん、先生の作家さんの手の入って。で来年の1月はゆきちゃん の, あの丸山ゆき、鳥獣戯画がやってくる。天国にやってくる。来年1月鳥獣戯画がやってくるっていう。やってくる、まあ何載せようかな。うさぎを前でもカエル前でもいいんだけど、エッサホイサだとかね、うん、こう相撲を取ってるとか、うん、有名な場面をいくつか一本化して、はい、まあ、大きなものは30号50号とか大きなもの先生書いてくださるっていうので、うん、大きなものは大きなもので、小さなものは小さなものであれですかね。でも来年は見年でしたっけ、うん、蛇です。蛇とかやっぱりじゃあなんか先生の蛇ね、うん、かっこいいよ。へえ。あのね、この間大磯の先生のアトリエ行ってきたんですけど、はい、うん、まあ、その時に先生のアトリエの写真も撮ってくればよかったんだけど、一つ蛇が仕上がっていて、はい、かなりね、かわいいとかって白蛇描いてたんだけどかっこよかった。へえ、かっこいいじゃんって思わず、うん、もう表現能力がね弱いもんだから、うん、言葉が少ないでしょ。いやかっこいいじゃんこの蛇なんて先生は。そうですかなんて言ったけど、もしかしたらムッとしてたかもしれないヤオチ君もこっち側に来てね、掛け合いやるといいね、うん、向こう側だから旗の一人で喋っててね。いやいいじゃないですか。いいですね、そうですか、いい笑顔なんだけど、はい、じゃあ私も倒してヤオチを映そうか。ちょっとこうちょっと気になってるこちらの、はい、絵も非常に可愛いんですけど、これね、杉山四季さんって言って、はい、まあやっぱり若い作家の方なんですけれども、はい、杉山四季さん超可愛いんですけどこれ、うん、いいよ、安く譲りますよいやなんか本当にこう子犬ですよね、うん、こういうなんかあったかいこう家庭っていうのがこうね想像できる雰囲気を持ってますよ ね、うん、で彼は4月、4月に。え、男の人なんですか。あ、彼なんです。うん、男の子です。可愛い男の子ですよ。へえ、あ、女性の方かと思いました。40になったばかりですけれども、うん、今この笑していいんだよね。とても可愛い男性の方で。へえ。もう一つね、はい、こうね、すっごい可愛い猫なんだけど、子猫なんだけれども、はい、うん、目つきがすごいのよ。目つきがすごい。もうね、いい目つきしてるのよ。睨みつけるような、うん。どこ行っちゃったんだろうね。どこ行っちゃったんですか。どこ行っちゃったんだろうね。やっぱほら猫ちゃんっていうのはね、結構いろいろこう出歩いちゃいますからね。で夜になったらまた帰ってきたりとかしますからね。あ、うん。今ちょっとお出かけ中かもしれませんね。まあ、彼の作品も25点から30点、はい、大きなものも書いてもらいますけど、はい、先生に言ったんですよ。お花。うん。ね、ちょっとアイビーとか、はい、黒のマーブルの大理石の上にバラが、赤いバラが一輪とか、はい、ちょっとおしゃれ系を描いてくださいねってことで今お願いをしてますから、うん、それはそれで楽しみにしていただいて。確かにこういう黄色のね、うん、チューリップが一輪ポンとあるだけでまた違いますもんね。うん、はい、じゃあちょっと中もじゃあご案内して、はい、まあ今ちょうど置物が、はい、届いて佐々木先生のお着物なんです。はい、反物、うん、もうこれからね、うん、やるんですけれども、先生直書きで日本画家佐々木啓司、これは共有前。うわすごいね。へえ、訪問着ですね。うん、これ全部先生の作品ですから。すごいですね。これをこれでやるとですね。うん、日本画家佐々木啓司の作品ということで、せっかくですから、作家の先生に作っていただいた、はい、
これ、うん、これ着られるんですか、肌野さんは。私がですか、はい、これで大道芸に参加するってことですか。いや、もったい大道芸に参加共有前ですからね、うん、先生の書かれた共有前。この間もあの黒留めを、息子さんの結婚式用にね、はい、黒留めをもう全部絵柄を指定して、うん、都忘れを入れたり白百合を入れたり、はい、ですごいね、このね、先生が直で書いてらっしゃる。これじゃあちょっと反物の木の上に先生が直書きをされて、はい、書かれるんですよ。これがね、筆がどうかな、近寄ってもらうと分かるかな。もう筆そのものですね。ああ、はい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 、もう本当にアートですね。帯の方が分かりやすいかも。すごいな、これ綺麗だよ。桜、うわー、すごい、本当だね、錦だよね。キラキラしてますよ。あ、それはもうほら、折りがこのキラキラ感が、うん、本当にこう桜のなんか儚さもより、うん、なんか教えてくれてるような。しっかり描きましたね。しっかり描くっていうのは割とそのワンポイント的にね描かれるんだけど、これに関しては本当にしっかりと。これはボタン、白ボタン、本当にね、もうアートですよ。ほら、白ボタン、おかっこいいよ、これ。ボタンかっこいいね。本当だ、やっぱ着物とかになるとこれぐらい大きな花ってドカッとあってもまたいいですね。帯ですからね、うん、あのお太鼓のところの、はい、あの桜もいいし、手書きでね、日本画家が本当に加山又蔵とかね、片岡玉子だとか、あの、まあ、先生も着物描いてるけど、何百万だからね、作家さんで。まあそうですね、もう千万単位だよね、絵としたら。そういう加山又蔵先生なんかそうなるんだけれども、佐々木先生はまだそこまで行かずに、あのお手頃で手に入るので、であのご本人があの、はい、11月の2日3日4日2、3、4、3日間いらっしゃるでしょ、うん、その時に先生の作品から私はこのデザインでこのお花で帯を描いてください、お着物描いてください、はい、そして作品も自分の部屋に合わせて、うん、この大きさで例えば百合をお願いしますとか、お茶の花もちょっと大きめに描いてくださいとか、はい、あの作品の大きさとして例えばこれぐらいのね、これ8号スクエアですけどこれぐらいの大きさで描いてくださいとか、はい、そういったあのこちらの希望を佐々木先生は聞いて書いてくれますから、そういう先生ってそんなに何人もいらっしゃらない、ね、だからこの機会に、まあ、今 YouTube あの通して見てくださった方には10月いっぱいもちろん展示会やってるので、先に来ていただいて、うん、あのどんな作品がいいのかを決めていただいてね、うん、どんなあの、まあまあ、お花の先生ですけどお花を描いていただきたいのかっていうことを相談させていただいて、はい、で当日先生がいらっしゃったらまたそれで、うん、あの相談をさせていただけたらと思いますけどね。そうですね、はい、はあ、見事だな、まあ、今日届いた、すごい。だからこの桜を今度は逆にあの、はい、額装をして、うん、あのアートとしてお部屋に飾りたいっていう時にはそういうことですよね。なるほどなるほど、ね、そこら辺は全部先生があの絹地に先生が書かれました。すごい。こっちは共有前としてあの、はい、手法で作られてます。いや、やっぱすごいですね、まあ、ちょっとこれはあの、うん、サプライズね。はい、なんかあの画家の人って、うん、日本画家の方でそういう着物とかにもこうデザインをされるって人は多いんですか。僕なんかあの画家の方っていうのはもう本当にキャンパスに描くっていう方がほとんどなのかなと思ったんですけど。あ、ほとんどですよ、もちろんもちろん、うん、あのその中でもあの着物としてこう作るっていうのはそんなにたくさんいらっしゃらないし、うん、森田玲子さんもやってらっしゃる有名どころ、さっき言ったように片岡玉子先生とか、はい、でそういったあの有名人たちももちろん描いてらっしゃるけれども、うん、あの今こうやってその着物、先生はね、もともとね着物の仕事が先だったんだって。あ、そうなんですか、うん、まあでも京都の方っていうとやはりお着物っていうね、うん、
イメージは、はい、着物の先生が先で、うん、あの着物の先生が先だった着物のお仕事が先にさあのなさっていて、はい、でもちろん日本画家さんとしても活躍なさってるんだけれども、はい、あのいや なかなかいないですよ、このバチッと、うん、はい、なんかあの本当にこう着物にデザインされた作品も見れるし、うん、もちろんキャンパスに描かれた作品も見れるっていうことで、すごいですね。この期間中はぜひぜひ本当に来ていただかないと、なんか損しちゃうぞっていう気がしますね。ね、うん、あの最後に先生の書き上げた木蓮もちょっと、はい、ね、木蓮。私はね、ずっと後ろ姿から映っちゃダメだから、どうぞ先に、はい。私も学習したのよ。そうなんですか。やっぱ後ろ姿も映したいなとか思うんですよね。ちょっとバックが悪くて申し訳ない。はい、箱を動かして加藤さん、大丈夫、入ってないですよ、うん、うん、木蓮がなかなかかっこよく、はい、なんかあのバックも白ベースなんですけど、だけどこの木蓮の白い花がよく生えてるというか、うん、バックの樹模様の黒と白、はい、かっこいいよね。そうですね、うん、私かっこいいなと思って、枝ぶりのね、うん、微妙な色合いもねとても素敵ですしね、はい、枝ぶりもとても綺麗ですよね、うん、もうそのスイッチ、作品がやっぱりありますね。ちょっとあの、まあ、先ほどのゆきちゃん、はい、ゆきちゃんに黒猫を描かせるとこうなっちゃうね。あ、題名が黒猫王子だって言った私ね、黒猫王子だねって言ったら、うん、題名見たら黒猫王子、うん、当たりそうですね、やっぱりこう頭に王冠を、これ飼い猫、そうなんですか。へえ、ね。どっちの猫かな。ボウスケですよ。ここにボウスケ君がいますけど。あ、これそうなんですか。うん、ボウスケ君。おお。右側がボウスケ君。うん。ね。左がムシ太郎君。ムシ太郎君って言うんですか。うん、ごめんね、バック、あれごちゃごちゃ。ムシ太郎君。はい。ここってきたよ。ボウスケ君。ボウスケ君。おお。いい目つきだね。そうですね。ね、目つきがいいです。はい。まあ、あのゆき先生1月ですから、はい、あとは12月が、鶴田一郎先生が12月のお見えになりますから、はい、鶴田一郎の、うん、現代の美人画を見ていただくんでしたら、もう鶴田一郎先生はね、うんうん、もう本当に美人画描かせると、あ、この作品はっていう、まあ、皆さん絶対見たことある人が多いです ね、 ありますね、うん、まあ、あの気分的にはもんたよしのりの昔の曲かなんかに載せてテレビコマーシャルでこう絵をバンバンってやって動画でやったら面白いね。ダンシングオールナイトとか。ダンシングオールナイト。ねえ。夏メロです。ね、本当そうですよね。ね、うん。そういう感じでご案内をして。はい。10月の展コレクションは佐々木啓司先生の展示会をしております。はい。11月の2、3、4の3日間。はい。あの先生が来て、サイン会とライブアートを開催してくださいますので、はい、ぜひお越しくださいませ、はい、もう本当にね、あの始まっていますので、先に作品を見てねいただいて、うん、で注文していただいたらね、あ、もう、うん、それは先生喜びます、うん、でもしあの個々の作品を見たければ10、うん、コレクションのホームページ、はい、10コレクションミュージアムで、検索していただければ、はい、あと過去の波多野さんの動画を見たい方も10、はい、コレクションミュージアム検索していただければ、はい、いろいろこうね変化していく波多野さんが、今日なんでこんなにおとなしいんですか。いや、学習したんだもん、すごいひどいなっていうことを学習した。そんなことないですよ、みんな いつも通りがいいって言ってたのに、今日はなんか、あんなのもうそうそう乗らんから、いや、もう本当に、いや、わかんない、今から読みに行くかもしれないし、いや、まあそれは行ってもやっぱり行ったとしてもさほらやばいぞ、ほらね、またもう手に乗っちゃって、いや、ね、まあ、2人も矢内くんと2人揃って喋りたいね。そうです ね、 ね、はい、いや、今度はその辺も考えながらやりたいかなと思います。はい、ということで波多野さん、どうもありがとうございました、はい。